これは会員企業の新たな取り組みを応援するため、岐阜商工会議所が開いているもので、今回は3つの事業者が参加しました。このうち岐阜市の小林製麺のグループ会社、岐阜味の企画は、山形市の美山観光やなを事業承継すると発表しました。今シーズンは来月6日から営業を開始し、キャンプ場やサウナを整備する計画があって、クラウドファンディングで資金を募るとしています。また、提灯やぼんぼりを製造する岐阜市の安藤商店は、愛知県立芸術大学と連携して商品の共同開発に取り組むと発表しました。岐阜商工会議所では引き続き会員企業を応援して販路拡大や魅力の発信をしていきたいとしています。ニュースをお伝えしました。